鈴木まさみです。今回はお稽古用の曲集ソレア・ポルブレリア、ソレア・ポルブレリアはソレアの歌をブレリア風にちょっと早めにですね、曲奏としてはシャープな感じで、これは今日また月曜日なんですけど、月曜日の夜は毎週町田の月曜クラスカルチャーに行っていました。そのカルチャーで長く続けていらっしゃるちょっとお年上の方が、この曲に挑戦したいっておっしゃっていることがあって、何年も前なんですけど、この曲は速さも速いですし、シャープなキレの良い感じの振りが多いので、一見その方にはちょっとお似合いになるかなっていう感じがしたんですけれど、それはもうとっても努力なさって、1回だけではなくて2回も3回も挑戦していかれて、しっかり踊られていくんですね。メモしたり撮ったりしながら、それはこの人はこうっていう決めつけではなくて、いろんな人がいろんな挑戦をしてくださる、そういう場面に私はいつもクラスで出くわしているんです。そういう場面にこう遭遇して、いろんな方にすごい力をいただいたり、あ、こういうことも頑張ってやったらできるんだって、そんな気持ちにさせられたりしました。そんな思い出のあるソレア・ポルブレリアです。この構成はサリーダがあって、歌があって、でファルセータがあって、で次に、あ、ごめんなさい、歌があって、また次に歌が続いて、それからファルセータがあって、ちょっと短い足のエスコビージャがあって、一つ抜けますが、そこの抜けは下の方向に、まだ歌わないでっていう気持ちで抜けてくださったら嬉しいです。でそれからもう一回追い上げて、速さを速くしてブレリアの歌をもらいます。でブレリアの歌は通常2つで、あとははけていく歌ですね。そんな構成のソレア・ポルブレリアです。それではソレア・ポルブレリアをやってみます。構成間違えてしまいましたけれど、いつも曲を作るとき何か相談はいつもギターの鈴木秀夫さんに相談するんですけど、今みたいにこう構成間違えると、秀夫さんの方がよく知ってて、俺歌は2つ続くんじゃなかったっけって、そんな風に、はい、踊り手の私たちよりもうちの曲の構成をよく把握してくださってる頼りになる秀夫さんです。それではソレア・ポルブレリアですね。本来はこのぐらいの速さですけれど、今日はお稽古のためにゆっくりやってみます。サリーダが終わったところで、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、ここで2つ目です。12、13、14、18、9、10、11、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 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
1、2、3、4、5、6、7、8、9。下に押すように、波が打ち寄せるように、それはプルブレリアでした。一つの曲を踊っていると、あ、ここのところこう首がどうのっていう風に取り組んでた生徒さんがいたなとか、この上がる足が好きなんですよねとか、皆さんもそれぞれの曲のいろんなほんのちょっとしたところにこだわりがあったり、ここが好きってなったり、そういうことを私も稽古で踊っているといろんなことを思い出します。この振りの時はあの人こうやってたなとか、そんな風にどの曲もたくさんこう思いが詰まっているんですね。そんなそれはポルグレリアでした。